磨きの世界へようこそなのだ。今回磨くのはストライダーの続きなのだ。ありがたいことに親戚の子からお下がりがもらえて、僕が年から振り回していたんだけど、さすがに汚れや傷錆がひどいから、この機会にきれいにお手入れすることにしたのだ。特にひどいのはハンドル、チェーンカバー、ペダル部分なのだ。動画が長くなってしまうから分けて磨くのだ。今回の動画はペダル部分をお手入れしていくのだ。それでは始まるのだ。最後まで見ていってほしいのだ。使う道具はこちらなのだ。研磨剤は生研磨剤1と3なのだ。その他はハンドパッド、メラミンスポンジに水拭き用と空拭き用のマイクロファイバークロス2枚なのだ。研磨剤は使う前に必ず振ってほしいのだ。1は粗めの研磨剤だからハンドパッドと組み合わせて使うのだ。ハンドパッドの上に研磨剤を出したらペダルの軸部分の錆をこするのだ。ハンドパッドとは台所用スポンジの硬いところ、スコッチ部分に近いのだ。このハンドパッドは研磨剤など何も含まないタイプだけど、中には研磨剤入りとして販売しているのもあるのだ。僕の表情が面白いと思った人は高評価とチャンネル登録をしてほしいのだ。研磨屋で取り扱ってるハンネリの研磨剤で一番粗いのは今使ってる生研磨剤1なのだ。触るとザラザラしていて400から600番手で、原料はアルミナだからしっかり傷や水垢、サビを落としたいならこちらがおすすめなのだ。もっと語りたいけど時間が足りないのだ。一通りこすったら水拭き用のマイクロファイバークロスで研磨剤を拭き取ってきれいにするのだ。次は空拭き用のマイクロファイバークロスで研磨剤の油をなじませていくのだ。ツヤツヤにコーティングされたのだ。逆側のペダルも同じく磨いていくのだ。次の作業に移るのだ。この作業はピカピカにする仕上げ作業なのだ。生研磨剤3は単体でも優秀な研磨剤で、磨く時にできてしまう擦り傷もきれいに取りながら最終磨きに適した番手、1万番のハンネリ研磨剤なのだ。できるだけ傷をつけたくないからメラミンスポンジを使うのだ。さっきと同じようにスポンジに研磨剤を出すと流れ落ちず汚れないのだ。研磨屋にある青色の固形研磨剤 VSP8000 という完全オリジナルの研磨剤を液状化したもので、ダイヤのホイール磨きやキッチンのステンレスシンクなどその道のプロたちからご愛用いただいてる人気の研磨剤なのだ。えっへん。この動画で使ってる研磨剤はネットショップで買えるのだ。サイトのリンクは概要欄にあるからそれを見るのだ。さて作業も終盤になったのだ。詳しい研磨剤の説明は動画で少しずつ話していきたいのだ。僕もまだまだ修行中だけど、みんなと鏡面磨きの奥深さを語り合いたいのだ。磨きが完成したのだ。磨く前と比べると全然違うのだ。アンティーク風に趣を楽しむのもよし、磨き直してこうして楽しむのもよし、僕は自由でいいと思うのだ。どちらが好きかコメントくださいなのだ。また見てほしい。